ホームの様子三代目旧駅舎。右端に見えるのが二代目駅舎の入っていた JA、糸島破隊支店。破隊駅は福岡県糸島市。破隊駅北四丁目にある九州旅客鉄道築飛線の駅である。駅番号は JK06。島式ホーム一面二線を有する地上駅。現在の駅舎は四代目で2010年2月28日から使用が開始されている。 エレベーター、多機能トイレなど、バリアフリー対応設備を備えており、総工費、約2億円を、糸島市、JR 九州、国土交通省で負担した。初代駅舎は、現在の JA、糸島破壊支店の建物の位置にあった。1983年に建て替えられた二代目駅舎は、九州では、初の農協と駅舎の合築で、当時は農協に、 駅事務が委託されていた。現在も残っている JA の建物が、この二代目駅舎で、駅の入り口はこの建物の中央付近に存在した。この時駅舎からホームと南口を結ぶ、古戦橋が新設されたが、改め修札を行わないため南北両側とも、通行は自由であった。電化、地下鉄直通運行開始に伴う利用客の増加により、1989年からは、 簡易委託を廃止して、改め収札を含む業務委託に切り替えることとなり、古選教場に小規模な事務室を増築し、同年6月1日から使用を開始。委託先についても農協への委託を終了し、代わって旧鉄開発が駅業務を自宅することとなった。その後、さらなる利用客の増加により、手狭になったため、隣接する 保線事務所を活用する形で三代目駅舎に移転し、改札口からホームへの古線橋を自由通路と分離して新設。さらに後に、現在の四代目駅舎が新設された。改札口から南口に向かう、際の複雑な動線や JA、糸島破壊支店の建物に繋がっている閉鎖された通路はこれら過去の駅舎にあった通路の名残である。 JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護化の使用が可能である。2019年度の1日平均乗車人員は2522人で、ある。JR 九州及び、糸島市統計白書によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。 ありがとうございます。